主張しながら進めていきたいと思います。三位一体の動きは回数はおっしゃったことがあるんですが、その全く同時に三位一体の動きをする場合と少し時間差を設けてやる場合が両方ありますので、それも合わせて説明しようと思います。で、大事なことは沈んだ足腰と呼吸ですね。で、わざわざの相手の技は長くできているわけですから、それは呼吸力を高めるためのその経路というふうに理解をしてください。短い技では呼吸力が高まりませんので、多分体操はそんなふうに考えたと思いますから、ぜひそのことを意識してね、テイクされるといいと思います。じゃあちょっとこの前どうしましょう。自分の呼吸力は日本でも海外でも周りに集まっていってはいるんですけども、どうしましょう。相撲が悪ければ普通の形 でちょっと普通にやっていただいて、問題があれば周りに来てあちこちから見てもらうという形にしましょうか。座っていただいて、お願いしていいですか。じゃあ、体が回りましょう。じゃあ、逆半身でね、振ることはないです。ちょっと持ってください。なるべく沈みます。体を四つ打ちながら、手も大きく働かせます。で、片方の手を絶対忘れて働かせます。動きながら沈みます。止める人が多いです。止めてやります。これはダメです。もう稽古にならない。それは他のことやった方がいいです。こういうふうに独特なアイドラシュー動きを作るので、崩しは下の方です。大きくこういう状態です。ここで転換を思い出してください。転換の足の働きが自分の動きを生かしてくれますから。こうです。なるんですが、自分の捉え方はそうじゃなくて、自分が学んだ体操のお弟子さんたち、具体的に言うと奥村先生と大竹先生と西尾先生と早乙女先生と清水健二先生と、あと何だっけ、何て言う、安野さんとか鳥海さんとか、まあ、多くの人が学びましたけども、小林先生の講師ですから、こう言って返すときは当然の腰の入りがあるわけです。無理ない。いきます。で、この三位一体の動きというのは、この時は手が先行する形です。どちらかというと。で、この後から腰が一緒に動き始めます。ちょっとずれがあるんですよ。でもこれは同時にやっても問題はないと思います。こうです。こうやって、こう。こうやって、こう。ひどい場合は、こうやって、こう。それでは望ましくないというのが自分たちの考えなので、こうで、から差別感、こう攻めが入ってきます。はい、戻るくらい、ここで、ここで切り返しですよね。こういったときは、まだこっちの足も体重残ってますよね。こっちは軽いです。少し入ってますけど、ここからいよいよ十分ここに体重が乗ったときに、後手に返す。そんなふうに考えていただいて、で、早くやると途中は高まりませんから、こういうのは基本はゆっくりやっていいと思います。で、この後何をしたいかというと、一番基本的な逆半身の小手返しをしたいわけです。この小手返しを後でしようと思いますが、その準備段階として手の回しというものをぜひやっていただいて、こうです。で、この時に後ろさばきが少し入